どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望創造戦国歴史伝シーズン8、肝付き金継ぐ編。さて、続きをやっていきましょう。一回ちょっと一条って言いかけたんですよね。まあその一条さんもこうやって残っている状態。ひねのさん、石川五右衛門、あ、どういうことだ。なかなか面白い面々がいるが、西園寺さんは、まあ、いつも通りの西園寺さん。まあ今回、まあ、攻めていくのは中国地方の大内、これを倒していきましょう。現在兵力は26万、まあ、相手も散らばっているんで、まあ一個一個で言うと、まあ、3万とか8万とか、まあ毛利さんもどういった感じで介入してくるか。大内家攻めるんですが従属しているんで、毛利元就さんが、まあ、来る可能性は大きいですよね。で、東北の方もね、だいぶ荒れているんですよね、こう見ると。南部と伊達が戦っておりまして、こっちもね、南部が攻め込んでいますね。真室、伊達攻めをしているんですね。いや、こっちは鶴岡にも進軍しているんだ。南部さん、積極的ですね。で、こっちはこっちで今川家、下田城がどうやら攻められている様子。吉本さんが頑張って応戦しているんですけどもね。おやおや、瀬名さんは敗走した。関口さんもいらっしゃる様子。まあ、こういった状況になりまして、で、織田家も攻める場所がなくなったのか、どうやら、この、鈴木、攻めているそうで、あとはこの高屋城ももうすぐ落ちる。あ、こっちは三好、いや、細川が攻めているんだ。ね、こっちの細川ですね。なるほどね。足利家は、まあなんとか残ってはいるが、まあ武将で言うと、まあ肝付き金継ぐ、まあ統率武勇は90になりまして、で、この男女、こちらをまあ得ている、かつこの執事も得ている。素晴らしいね。式ゲージが大幅に減少、速度が大幅に上昇。どんどんね、足利さんが役職くれるんで、まあ素直に受け取ってはいるんですけどもね。あ、この舞台ね、この南はね、あまり実は関係ないんだ。生かせようと思って、兵糧がいっぱいいっぱいなんで、交代させているんですよね。まあ、なんで実際、まあ、伊予も攻めていこうとは思うんですが、まあ、大津ぐらいかな。まあ、一応ね、この3部隊ぐらいは向かしているんですよね。吉重、早雲、あとは清利。で、残る部隊、こちらで、中国地方に上陸。まずは冷泉さんがいるこの串崎かな、ここを落としていきましょう。ではスタート。おやおや、我が陣を潰してくるか内藤。ならばもう合戦にて破ってくれようぞ。行くぞ。あ、兼継ぐ。ね、幸先悪いですよ。先方は肝付き金継ぐって、まあ、言うところだったのが、どうやら混乱させられている。知略90高いな。助立ちいたす。とりあえずまずはここを突破しなければならない。ならばまずは後続の2部隊後頭で、もうこっちに行こう。で、こう行く。承知いたしました。海上から回り込んでいこう。正面突破厳しいからな。総林さんはこっち。お任せください。お、最上家が北条家によって滅ぼされました。さあ、側面から仕掛けよう。お、混乱はどうやら回復した様子。ならばここで合戦、今度は大丈夫でしょう。行くぞ。あ、よかった、混乱していない。相手は末さんか。内藤、よくもやってくれたな。末さんはそっち、黒人衆と戦っている。続きなさい。ならば開戦。
始めようか。そうだ、始めようか。参ります。やれ、かかれ。中国地方に残るのみとなったこの大内家。参ります。こっちは総林さんで十分だ。まずは強撃にて天野を倒そう。聞くぞ一人っていうのもな。続きなさい。次は末。ならばこちらも臨戦。角熊関荘で、あとは李冠。さらに狙い撃ち。黒人衆が敗走した。続きなさい。末様はおそらく肝付きを狙ってくる。ならば高久は背後に回ろう。で、こっちはまずは規制崩し。攻撃力低下、さらに乱戦強化。続きなさい。で、こっちは魚で、これで防御力も低下。これで決める。さあ、末さんの部隊も破っていきますよ。やられたな。さあ次は誰だ。キーさんを調略。助立ちいたす。ならば次も破ってくれようぞ。2000人で来る。相手は一体誰だ。おやおや、キーさんか君の親父かな調略したんですけどもね。君も下る気はないか。キーダニの城欲しくはないかね。こちらにはこの雷神様がいらっしゃる。我に続け。さあ、天は我に味方せり。まあ、敵の状態なら現実まで雷鳴を轟かせるという活躍をしましたからね。さあ次は誰だ。毛利も援軍に向かっている。元就、来るな。こっちは四国に上陸完了。ならばねじめ、一旦兵糧補給。承知いたしました。大津は一条さんとか西園寺が攻めていたんで、だいぶボロボロになっているんですよね。島津直久。早死にするんだ。方向持ち初めて見るな。かっこいいな。出され、先月の収支です。浪人がいるのは助かる。お、深見さん来ましたね。魚で持ち。じゃあ続きをやっていきましょう。まあ、城の強化も攻撃力にガンガン振っている状況なんですよね。なので我々の力はこのステータス以上の、まあ、活躍をしてくれるでしょう。かしこまりました。ふむ、どうやら吉高来るようだが、その頃には我々が側面から攻撃を仕掛けさせてもらいますよ。この戦、我らの勝ちだ。金助は一応ここの陣を破壊しながら敵の増援阻止していきましょう。いや、だが毛利が引いていくな。どうした、諦めたか一応こっちは兵糧補給させるために一旦、まあ、この城クロセを寄らせてはいますが、二方向からはちょっと間に合わないかな。お任せください。もう城の兵も400人しかいない。天子さんも引いていくな。止まれ。ならば金助、一気にここまで行ってみるか。米には気をつけろよ。助立ちします。続きなさい。力を合わせ戦い抜くのだ。吉高は破った。あとは城を包囲落としていくのみ。出るとするか。さあ末さん相手は金助だ。倒せるかな。お助けいたします。朝廷工作も完了である。敵将捕獲したぞ。よし、落とした。ならば金継ぐたちはこっちに向かおう。かしこまりました。
残る部隊南から進軍。さあ兼継が来る前にここを落とせれるか。山口館、さあ兼助、山口館落としてみせよ。行くぞ。相手は末社の2800人。お任せください。館がそこならこの辺から多分追いかけることはできるでしょうね。だが耐久は高いぞその8500の兵無駄にはするなよ。行くぞ。ダメージでかっだいぶ見切られている気はするんですがね敵の勢いが強いか。お、だいぶ接近している。頑張れ兼助、門は閉まっているぞなんか波状槌的なもので破っているんじゃなくて、なんかこう力技でいってますよね。しかも城の門の中から敵が出てきている気がするな。お、黒人衆と、お、打ち抜け同士。城門を破壊しました。ならば兼助こっちに行こう。お任せください。そうそう、あの婚姻外交をしまくっていたせいか、機長さんが実はいるんですよね。お、門の中に逃げ込むか。行くぞ。ならばもう一回。この攻め見切れまい。これで決まりだ。お、スエさんは撃って出てきている。おっと、家金が到着したじゃないですか。いや、逃げなくていい、逃げなくていいですよ。兼重くん諦めちゃダメですよもう兼継まで登場してしまった。城門を破壊しました。兼助焦っているか。承知いたしました。見せてやる。もう3000人以上減っているからな。やられたな。我らが一度とくとご覧あれ。そうか、だいぶ失態を犯しているとは思うが参ります。もうどんどん援軍に来るっていうね、ありったけの矢を食らわせよう。焦っているね。これで決めます。ほら、機長さんも張り切っているんですから。まあ神速しているならもうここまで行こうか。兼助くん急げよ。ちょこちょこ食らっているな。見切れまい。さあ高久が来るぞ。兼助、この辺の矢倉かな。耐久はゼロ、まあ、でもちょこちょこ食らっているんですね。もう高久もうしょうがない、もう見守ってやろう。兼助くんが半死にしながらも、まあなんとか城を陥落。それは兼助へのメッセージかな。兼助どうしようか、こっち行こうか。まあ距離が、まあ二方向から攻められるかな。ここを通ってこう経由しよう。かしこまりました。でこの辺の部隊かな。お任せください。さあ部隊を二手に分け、三陰三陽から進撃。こっちは包囲に入っている。行くぞ。まあ兵力は十分ですからね。河野まで行けるかな。承知いたしました。もう城はだいぶボロボロの状態。もう豊綱さんは最後の門にて抵抗するしかない。始めようか。始めようか。一条さんがいるんだ。わきまえねばな。我に続け。まあ一条さんにこの城くれてやってもいいんですよ。勝ちます。敵城門突破しました。ちょっと様子を見てみよう。引くぞ。大
退却する。さあ、房本頑張れよ。金継くんだったらだいぶ心配するんですけどもね、多分だいぶね100人くらいまで減っているかな。全てを込める。いや、込めなくていいですよ。この攻め見切れまい。お任せください。これで大津の城は誰のものに。おっと、我々が攻めたことになったか。捕獲した。すまんな一条よ。ならばこの部隊は曽根に行くならば、一旦この2部隊経由、こうやってこう。承知いたしました。まあでも通れても1部隊かな。ねじめさん待とう。かしこまりました。ま、大内家にはもう抵抗するほどの力はあるまい。残り兵力は14,000。山吹でだいぶ兵力いますよね。で、おそらくは毛利の援軍が来る。なんか試しに奨励を委任させると、みんな一斉にやりだして急に物資がなくなったんですよね。まあいいや、とりあえず兵糧はなんとか持っているかな。さあ毛利家どこに来るかな。徳山の方に向かってくるな。で、一条さんは交代していく。お、吉川はそこにいるか。河野を守りに来たか。我らも加勢しますぞ。で、ここで金助が高影とぶつかる。危ないかもしれん。高信、援軍に向かおう。我が領内に敵が迫っております。お、串崎に向かってくる。2700で落とせるかね。あ、金助くん、ちょっとね、龍図おじさんに手助けしてあげようね。お任せください。ゾロゾロ来るな。ちょっと待ってみようか。全員こっち通ってくるんだ。液晶を捉えたり。さあ次は吉見さんがいる高津城っていうのかな。さすがに大合戦は狙えれないか。ならば次は毛利元就。始めろ。金助君だからな、野襲食らってそうな気がする。おお、大丈夫だったか。相手は野見さん、毛利元就。ならばまずは陣形を整えよう。金助突っ込むと一気にやられてしまうからな。あとは妙利。元成さんだいぶ成長しているな。統率は110。もう高信につつかれて黒人衆が突っ込んでいく。行くぞ。元成はそこにいた。若い頃のグラフィックの元成と戦うのはまあ久方ぶりかな。計100室こっちに使ってくれると助かるんだが。よしよし、いいぞ。十分おとりとしては役立った。こっちを狙ってくるか。よし、あとは毛利元就。かしこまりました。お任せください。高信は厳しいかもしれん。ならば本来は多分罹患とか効かないような相手ですからね。決着をつけるとしようか。遊びは終わりだ。
さあ囲い込んだぞ毛利元就。金助大丈夫かな、持つかそれ。で決めます、これで決まりだ。ならば攻撃強化延長。金助くん、多分君持たないよね。ならば機長さんの援護で交代。あなたたちに勝ち目はありません。我が軍思い知るがよい。お任せください。つけようではない。もう金助くん、もうボロボロになっているな。さすがに毛利元就は厳しいか。元就を破ったが、まだまだ後続は来る。まずは交代。包囲部隊は地震災で十分かな。ならば本郷さんは増援。ふむ、目の前から来るは国士さん5700で、渡辺徹さん、普通の人の名前ですよね。現代人っぽい名前だな。まあ、それ言ったら渡辺悟もそうですけれどもね。渡辺勢ってなんだろう、普通の人が多いのかな。止まれ。まあ、ここはもう合戦をしなければならない。援軍頼りだからまだまだ1800人いるんだ。毛利の援軍が来たら打って出るっていう感じかな。まあでも耐久は高くはないか。地震祭頼むぞ。だいぶダメージは大きい。ならば罹患。さらに魚で狙い撃ちはいいか。守備力下げていますもんね。いやだが吉高も来た。狙い撃ち入らないのかな。まあいいや。城門を破壊して狙い撃ち。大義一線だと。怖いな。おそらくは背後から攻撃を食らうかもしれんが、もういい、このまま進もう。まあ包囲状態なんで敵部隊さえ倒せばいいんですね。航空人衆もまだまだ来ている。お、曽根城陥落。下克上取得したんだ。おかしいな、我らに対して下克上とかしなければいいんですけどもね。忠誠すごい熱いイメージなんですけどもね。さあ激しい戦ではあったが、もうここまで行こうか。城を落城させ、我が力見せさせてやりましょう。まあその後修理が若干大変なんですけどもね。命を無駄にするでないぞ。で次はこっちか、周防高森。兵糧は補給できていると思うから高騰路で、この部隊も暇していると思うんで行進軍。かしこまりました。一部隊はこちらから向けてみましょう。あとは柚木で防衛、まあ強化して防衛ラインを構築かな。お、天子さんそこにいるか。柚木に向かってくる。天子家が救援に向かってくる。出陣するぞ。まだここでは野戦が起きている。ならばベッキーさん、その力見せてやりましょう。お、野襲成功、素晴らしい。お任せください。さあ夜空に轟く雷鳴、一気火星に攻め立てよ。あとは国士さんのみ。これで決まりよ。遊びは終わりだ。これで決める。
せよ。我が軍思い知るがよい。やみんな勇ましいですね。これで周防高森までの道は開けた。兵糧はまだまだ2ヶ月以上ある。ならば進軍。こっちは攻撃起きている。こうすると城攻めになる。力を合わせ戦い抜くのだ。来たな。6500。ついに山吹から打って出るか。これは激しい戦になりそうだ。ならばここで合戦しよう。行くぞ。で一旦こうやってここに布陣。続きなさい。続きなさい。ふむ、だいぶ数は減らした。お、来たな。太宰小児小児気を下している我々。モグラ攻め持っている増援が来るんですけれどもね。あ、君自身が持っていたか。金継ぐ、さすがだ。私を穴取りしこと区切るがよい。ならばモグラ攻め。承知しました。成功するかな。よし、行けた。モグラ攻め。敵城門突破しました。さあ攻めよ。でとつかれるんですよね。決めます。お前たちに勝ち目はないぞ。参ります。我が軍思い知るがよい。これで決める。この攻め見切れない。ならば先導。お前たちに勝ち目はないぞ。小二さんちょっと悔しいだろうな。まあ、この太宰小児の力は見せてくれようぞ。承知いたしました。包囲状態ではないのでこのまま城攻めにてこの館落としていきましょう。敵城門突破しました。参ります。一応もうここの門も開けておこうか。敵城門突破しました。よし、ギリギリ表情が始まる前に落とした。命を無駄にするでないぞ。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。これで大内家は残り城は2つ、兵力は残り3500で、河野さんは1800。そう来ているんだ。そこで戦ってしまっている。まあ養子には行っていないので、まあ毛利元春か。